港小田原とは、神奈川県小田原市の小田原駅東口の南方、小田原城市公園へと向かう、お城通り沿いにある半公共的な複合商業、施設。2020年12月4日に開業。万葉クラブが運営しており、グループ参加にある箱根の温泉旅館、天聖園も、小田原駅別館として施設内で営業している。港小田原の3階と、北隣の駅ビル。 ラスカ小田原の2階は専用通路で直結されている。また道路を挟んだ南隣には5階建ての立体駐車場、小田原駅東口駐車場とその1階部分に開設されている市の公共施設である小田原市民交流センターアメーコがある。小田原市と民間地権者によるお城通り地区再開発事業の広域交流施設として建設された施設であり、 か小田原の名称は、公募によって、真ん中という意味の古語から付けられた。14階建てのタワー棟と4階建ての小田原新城下町からなる。ショップレストランは、タワー棟の3階14階と、小田原新城下町の1階から3階にある。宿泊施設は、タワー棟の4階10階から13階と、小田原新城下町の4階にある。営業時間は、 ショップが10時 -20-00、レストランが11時 -23-00 を基本設定としているが営業時間が異なる店もいくつかある。地上14階、地下1階、地上4階、ありがとうございます。